あ、もうこれで大丈夫ですか。はい、わかりました。はい、では、朝一でございます。皆様、朝早くからありがとうございます。第一発目の、セッションということで、救世主超三者サービスの開発ストーリーということで、私のイクナイと申しますが、幕開けと、ベースさんとピクシブさんですねのお話を聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ではまずはスピーカー紹介させていただきまして、でセッションとしましてはですね、各社の開発事例から学ぶ PHP の活用手法というところと、サービスのですね、継続成長を支える組織戦略と、かなり、まあ、急成長しているあの3社ではございますので、その辺のですね、困りごと、成功したことなどなどお伝えしていきたいなと思っております。そして最後にフレキシーの紹介ということです。はい、まずはスピーカー紹介で、僕からといきますが、僕イクナイと申します。株式会社幕開けで、CTO をやっております。43歳でございまして、北海道出身でございます。娘2人おりまして、 PHP 歴はちょっと今朝数えてみたらなんと23年もあってですね、もうすぐ四半世紀じゃねえかと思ってちょっとビクビクしております。よろしくお願いいたします。はい、で幕開けに関しましては、ビジョンとしてですね、生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る、社会の実現ということで、イデオロギーとしてですね、望むものがあるならば、自分でこう、自ら実現を後押ししていこうみたいなイデオロギーを持っておりまして、皆様、ご存知の方もいるかと思いますが、応援購入サービスの、幕開けという、サービスを展開させていただいております。で、最近ですね、ストア、応援購入の仕組みの中で、その一般的なその電子商取引に近い仕組みの部分もあったんですけども、そちらの方あの Shopify ベースで切り出させていただきました。のでストアという形でですね、つい本当最近なんですけれどもニューリリースさせていただいたのと、あとはですね、幕開けグローバルという形で日本初のもの、を海外に、海外の方にもですね良さを知っていただいて、ね、購入していただこうと、いうようなところにもチャレンジを、幅を広げているという形でございます。改めましてよろしくお願いいたします。はい、では、2人目に行きたいと思います。ベースの川口さんでございます。ではご紹介、自己紹介の方お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ベース株式会社の執行役員 CTO の川口です。91年生まれで、31歳、です、前職がサイバーエージェントのソーシャルゲームの子会社で、その時とかは、なんだ Java とか書いてて、で2017年の5月から、まあ、ベースに入社して、そこから PHP 書き始めたって感じです。で2019年の、7月から、前 CTO の、多分 FCN さんっていうとみんな伝わるのかな、から、CTO を、譲り受けてというか、まあ、引き継いで、今に至っています。まあベースに入ってからはなんかその PHP のアップデートとかもいろいろやったりとか、今だとまあ組織開発とまあ技術の意思決定ととか、技術の検証とかやっています。はい、次お願いします。はい、ベースっていう会社については、まあご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、簡単にネットショップを作れる、ベースっていうサービスを作っています。で個人やスモールチームをエンパワーメントするっていうのを、重要視していて、まあ、大きなショップさん、あの加盟店さんというよりは、まあ、中規模小規模みたいな、個人の人たちを、進めています。さっき幕開けさんが、Shopify さんを使ってらっしゃるっていうので、難しい気持ちになりながら若干見てましたけどまあ、そういう感じで、まあ、その Shopify さんとか、まあ、今日ご達さんとかいろいろいますけど、まあ、宇宙独自で、いろいろと頑張っているという感じになっています。ここにあるんですけど、はい、でこれがあのネットショップあの開設できるサービスのベースで、まあ、ここに載せてないですけど、購入者向けのサービスで PayID とか、まあ、関連子会社で Pay 株式会社でクレジットカード決済を提供していたりとかもしています。はい、
ありがとうございます。では続きまして、宇佐美さん、よろしくお願いいたします。はい、宇佐美です、よろしくお願いします。ピクシブには2012年なので、まあもうそろそろ入社10年という感じなんですけれども、主に、まあ、ピクシブイラストですとか小説を投稿できる創作プラットフォームのピクシブというところで、開発をしていて、その中でも、まあフレームワークにフレームワークは使ってないんですけど、それに近い層の開発ですとか、あと開発の、開発環境 CI ですとかテキストみたいなところの改善みたいなことをやってきたり、セキュリティに関することもちょっとやってきたりということで、まあ、PHP に関わること、さまざま手掛けてきたということで、今回 CTO ミートアップなんですが、私は CTO という立場ではないんですが、ちょっと PHP に関していろいろ判断して今までやってきているので、これはいたさせていただきます。本日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ということで、一番おなじみあると思うのはそのピクシブというサービスですね、創作プラットフォームなんですけども、こちらは、まあ、結構世界中から使われているサービスでして、まあ、このように最新の数字、最新というか、これ去年の数字なのかな、1億枚以上のアップロードいただいているという感じのプラットフォームでやらせていただいています。次お願いします。で、まあ、それ以外にも、いくつかやっている事業がありました。次お願いします。はい、これですね。はい、ピクシブファンボックスですとか、あと最近は 3D の、ツールの Vloid スタジオですとか、結構いろんな事業をやっていて、最近私はその右下にあるピクシブ百科事典というウィキみたいなサービスですね、こちらの方の開発もやらせていただいております。よろしくお願いいたします。こんなに展開してたんですね、すごいですね。あ、そうなんです、はい、これは講談社さんとやらせていただける事業になりますね。いや、僕若い頃ピクシブ使ってたんです。ありがとうございます。感慨深いです。はい、ということでこの3人でお送りしたいと思います。まずはセッションの1個目なんですけれども、各社が開発実例から学ぶ PHP の活用手法ということで、お伝えしていきたいと思いますが、まずですね、我々3社、あるんですけれども、3社3用の PHP へのアプローチを、取っております。例えばうちだとですね、フュエル PHP という、これはサービス立ち上がったのは10年前で、10年前としてはですね、非常にこう、なんていうか、先進的な、で、モダンな、そしてシンプルな、そういうフレームワークだったわけなんですけれども、今は皆さんご存知の通りの、状況に置かれているフュエル PHP というものを使っております。スペースさんの方はいかがでしょうか。そうですね、なんかすぐ入るな。まあ、ケーク PHP の2系とかを使っていても、その入社当時にはもうすでに僕はそれがあったので、なるほどと思って、で、多分最初の開発時点とかだと、開発初期みたいな話だと、多分社長がコード書いてたらしくて、で、まあ、そこでケークを使った、はい、なるほどみたいな。まあ、多分10年前とか、うちも10年前とかなんで、はい、サービス10周年が今年なので、まあ、10年前だとまあそういう選択肢になるんだなと思いつつ、はい、まあ、特に、まあ、1系か2系に誰かがすごい頑張ってアップデートした形跡があると、なんかそこからが誰も何もしていないみたいな状況だったのはあって、まあ、なるべくそのタイミングでできる最新に追いつこうとかはしていますが、まあ、ちょっともう、まあ、落ち目なのかな、ケーク PHP って分かんないです、昨今の事実と分かんないですけど、まあ、今だとララベルとかがすごい主流になってて、はい、そうですね、はい、なんかすごいですけど、まあ、なんか必要十分感はあるが、まあ、現代にはちょっと物足りないかなという感じはしますね。はい、まあ、ケーク PHP の4系とかだとまあそれなりに違いますけど、2系から3系の違いがありすぎて、はい、これをどう移行するかみたいなのはすごい課題だったりしますね。いやー、でも贅沢な悩みですよ。フィエルなんてもういつ2が出るのかなってこうドキドキしながら、もう2出ないまま終わるんじゃないのかっていうぐらいのですね、気持ちを抱きながらやってますし、まあ、PHP は特にその10年前と今っていうところで、まあ、その Rails みたいにね、その定番のフレームワークがあるようなないようなというところで、ララベルが成りかけているようなんみたいなところでですね、どう我々はそれを乗り切っていくのかっていうようなところはですね、本当に各社採用出るなって事前の打ち合わせでも思ってたんですね。はい、ではそんな中、独自フレームワークと書いてありますけれども、はい、はい、ピクシブさんの例でございます。はい、そうですね、もともとピクシブは2007年から始まったサービスで、フレームワークとか使わずに開発された
コードになっているので、昔からよくあるアパッチのドキュメントルートに、.php というスクリプトがいっぱい並んでいて、それぞれ起動されるような CGI みたいな構造ですね。もともとフレームワークを使っていない PHP だったので、まあ、そこから拡張して開発されているという構成になっています。で、PHP カンファレンスで2018ぐらいから、その時にあの URL の変更みたいなのを発表させていただいたんですけれども、はい、まあ、その頃に、フレームワークではないんですけれども、1個のルータースクリプトを起動してあのディスパッチしてみたいな、その MVC に近いよ、 MVC フレームワークに近いような構成にリプレイスしてというところで今まで続いていたりします。その他のサービスも、まあ、既存のフレームワークを使っているものではないんですけど、はい、独自フレームワークを使っていたり、あとは PSR を使って構築しているものなどがあります。はい、なるほどですね。いや、宇佐美さんとお話ししているとですね、もうフレームワークを使っていると忘れてしまいがちなレイヤーの話がバンバン出てくるので、本当にですね、僕も勉強になるなと思いながら話を聞いていたりします。はい、でピクシブさんって今サービス何年目なんでしたっけ？サービスは2007年でもう15年とかになりますね。15年って形ですよね、はい、もう15年間ずっと独自フレームワークで、そう、最初はフレームワークじゃなくて2017、18年頃から、はい、そうフレームワーク的な構造になったという感じですね。ということですね、はい、そこからまあ整理を始めたということになるわけですよね、そうですね、このまあ、比較ができるのかどうか分からないですけれども、うん、まあ、一般的にも我々みたいに一般的なフレームワークの一部をまあ使わせていただいて、うん、まあ、開発を進めているようなケースと、はい、やっぱり何がやっぱり違ったり、こうメリットだったりデメリットだったりっていうのはあるんでしょうか？そうですね、まあ、ちょっとこの後のサイズでもあると思うんですけど、やっぱりそのラベルとかって公式のドキュメントがあって検索すれば開発の仕方とか出てくるじゃないですか。そういうのがないのでは、まあ、結構手探りだったり、あと自分たちで道を開拓していかなければいけないみたいなところはあったりしますね、はいはい、なるほどなるほど、ドキュメントとかってもうこれはあれですか、その社内的にはかなり、まあ、他にないものですから、はい、社内的に整備されてたりするんですか？ドキュメントとしてはまあ、 ある程度はあるんですけど、ものすごい網羅的なものがあって、これを読めば完全にマスターできるくらいの規模のものはないという状態になっていて、あとはまあクラス単位ではその PHP ドックとかしっかりドキュメントとして文章として書いてあって、それを読めばある程度分かるというような構造にはなっています。なるほどなるほど、はい、そういうことですね。分かりました、ありがとうございます。はい、ですね、これまあ各社コンテキストを意識した開発を実施という形で書いてあるわけなんですけれども、まあ、どの会社も類に漏れずですけれども、最初は数人の、エンジニアチームから、場合によっては1人とか、から始まってですね、で今に至って、今、我々数十名規模、100名まではいなかったですよね。100名いってるかいってないかぐらいですかね。いるかいないかぐらいですかね、はい、うちもですね、全部合わせて今780、業務委託さんを入れて80いくかいかないかぐらいの感じなんですけれども、ベースさんの方は、まあ、うちも780とか、まあ、そのエンジニアっていうくくりだけで考えれば、もちろんそのデータ、その中にはデータ系のエンジニアとか、はい、含めてはいますけど、まあ、そのぐらいの規模感にはなってるかなとは思いますね。いうことですね。まあ、大体ですね、今伸びてきて伸びてきて、エンジニアが、まあ、ある時期こうバック増したりしながら、今このぐらいの人数になっているわけなんですけれども、まあ、このぐらいの人数になってくるとですね、まあ、そのコンテキストを意識してこう、例えばシステムを分割していかないと、まあ、同時並行でこう何十人も開発するみたいな体制が敷けないわけなんですけれども、まあ、そういったところに対してですね、どういった工夫をされているかというようなところで、聞いていきたいなと思うんですけれども、ピクシブさんはいかがでしょうか？そうですね、で今結構私入社以前は、Git は導入されていたんですけれども、はい、各サービスごと、例えばパソコン版ピクシブ、スマートフォン版ピクシブ、ガラケー版ピクシブみたいな感じで、それぞれのコードのリポジトリが分かれている状態だったんですけれども、はい、リポジトリ分かれているのに、それぞれ共通の軸に3つ結合しているという状態になっていて、はい、はい、で一見その、まあ、各チームで分かれていて、こうそれぞれ素結合になっているようなんですが、これはただの3つ、本当は3つ結合なので、こう結合のバラバラ殺人みたいな状態になっているので、それはあえてその、はい、当時まだ CTO ではなかったんですけど、その後 CTO になった人がモノレポを導入しようと言って、まあ1個の大きなリポジトリになって同時にデプロイするような体制になっていて、今の Pixiv の開発チームも巨大なモノレポで開発して、全てのチームが1個のリポジトリを共有しながら、開発を進めるような体制になっています。なるほどなるほど結構そのリポジトリをどう分割していくのかみたいなところとかって、はい、まあ、どういった、なんだろうな、こう基準で
やられてきているっていうのはありますか。リポジトリ分割でいうと、例えばピクシブだと、まあ、あのユーザーさんのデータですとかイラストのデータみたいなその同じデータベースを共有するものは基本的に同じリポジトリに収めようということになっていて、はい、そのデータにアクセスする例えば読み込むとか書き込むという処理が複数のリポジトリにまたがらないようにというのを意識しています。はいはい、あとは、まあそういう構成なので基本的にはその全部がモノレポの中に入っていくんですがもうちょっ と, なんか、汎用的なライブラリみたいなものですとかあと、はいバイナリファイルを使うようなものとかあの Git にどこかとか突っ込んでしまうとそのモノレポがどんどん肥大化していくのでそういうものはあの別の小さなリポジトリに分割という形にしています。はい、なるほどなるほど。はい、そのまあデータのメンテナンスオーナーみたいなものを概念として意識してみたいな形ですかね。はい、ですね。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。でベースはいかがでしょうか。うちはなんか、まあ、ベースのネットショップ作成サービスのベースの部分 と,、とショッピングアプリ購入者さん向けの、モバイルアプリのバックエンドあと、まあ、社内管理画面、はい、あとなんかサードパーティー向けに API とか提供しているので、はい、ここら辺がリポジトリとしては分割されていて、まあ、開発組織としてそんなに明確に分かれている部分ではないんですけど、はい、まあなんか結局ピクシブさんと違って同じデータを読み書きはするがリポジトリは別みたいなのが普通にあって、はい、なんか、まあ、変な話スキーマ変えると全然関係ないところがぶっ壊れるみたいなのは平気であるんで、はい、なかなかしんどい感じはあるんですけど、まあまあ、なんだろうその特にアプリのバックエンドとそのショッピングが、ネットショップ作成サービス側みたいなところは、はいまあ、分けて開発しやすいソースコードも、まあ、分かれているので、はいまあ、そこらあと PHP のアップデートとかの影響範囲をなるべく、まあ、分けれるなっていうのは多少のメリットはあるかなとは思うんですけど、はい、なんかまあご多分に漏れずあのコアみたいなライブラリーがプラグインとしてあって、はいなんかもうそれが全てのリポジトリに密結合してるんで破壊的変更すると平気でぶっ壊れてなんか地獄みたいな感じがあるのでなるほどみたいな。だからそのコア側の部分だけ PHP のバージョンアップデートに対応するとそれを取り込んだ別のリポジトリが緩やかに死んでいくみたいな見るんでもう絶対にコアとか作んない方がいいよなって思う。それはもう前職でも思ったんですけどもうコアやめろって思ったんですめっちゃわかりますねその気持ち。共通のコアなんてものは存在しないんで、はい、コアが作るんだったら自分の手元に持っときなさいって思ってますわりかしこの今、まあ、主軸はわりかしそのビジネスコンテキストをベースに。そうですね、なんかその、はい、なんだろう技術的な分け方みたいなのはあんまりなくて、もちろん多分適材適所で例えばここは Go にしようとか、まあ、PHP に向いてない処理とかもまあ、あるとは思うので、まあ、そういうところを分けていく。例えばうちだとプッシュ送信みたいな処理の部分とかはあのラムダで Python で書かれてたりするので、なんかそういうふうにこう分けやすい部分は分けてますけど、まあ、ビジネスの部分で分けれるところは、まあ、基本結構そういう感じでリポジトリは分割してるかなって感じはしますね。はい、なるほどなるほど。これまあうちもそうなんですけども、ビジネスコンテキストと、まあ、いわゆるその何でしょうかね、データのそのモデリングの間にあるこう何と言いますか、ここはまあアプリケーション層ということになるわけなんですけれども、ここのまあいわゆるその整合性を取るというような意味合いなのか、まあ、いわゆるその何だろう、まあ、データの構造はこうなんだけどビジネスの構造はこうだ、これどうするんだよみたいなところに対して、わりかしその開発しやすいアプローチというようなところっていうのは各社さん色が出そうだなと思ってるんですけども、ベースさんの方だと例えばどんな工夫をされたりしてますか。工夫ってほどではないかなと思ってはいるんですけど、はい、そのなんだろう、ビジネスコンテキストっていうよりやっぱこう社内の人材流動性とか考えると、はいはいはい、例えば特定の技術分野でなんかチームを分けちゃったりすると、じゃあなんか技術的にビジネス的に人を寄せたいみたいなタイミングでどうしてもそこにロックインしがちになっちゃうとかはあるので、まあなるべくこうビジネスとかまあ例えばうちで言うとまあ SNS 連携とか結構開発が多かったりするもするので、まあそういう事業ドメインとかで分けてまあチームを組成して、まあ目的別組織に近い感じとかを作ったりとかはているかなと思っていて、まあ、それでそこに関わる機能であればどのリポジであろうが、はい、どのエンジニアも触るっていうことをしておかないと、まあ、なんか
どうしてもここに寄らせなきゃいけないときに、僕このリポジトリ触ったことないんでとか、はいはいはい、ありますね。ここ全然わかんないんでって言われても、いやいや困るでみたいな話にはなっちゃうんで、はい、まあ、なんかこう割と横断的に触れるように、しかも全然すごい技術コンテキストが全く違うところをいきなり触ってっていうのはまあ無茶ですけど、はい、言って全部 PHP だし PHP だから大丈夫みたいな感じ状態にはしているっていう感じではありますね。なるほどなるほどなるほどね。そういう形であれば確かにビジネスを、まあ、ビジネスというよりは開発組織自体をスケールさせるっていうことは確かにそういう方針でもありだなと思いますね。ちなみに、マック明けだとですね、わりかしその、なんでしょうかね、こう、ビジネスコンテキストが非常に複雑なんです、我々も。おそらく各社さんそうだなと思うんですけれども、なのでビジネスコンテキストの境界線を引くということは、一旦諦めているというわけではないんですけれども、後回しにしています。それよりもどっちかというとその技術的な、まあいわゆる制約、例えばパフォーマンスを出さなければいけないとか、まあ決済とかは特にそのハイトランザクションが、まあ通信を扱わなければいけないようなところだとか、そういうわりかし技術領域で先に切らなければいけないようなところというのを先に切っているというような形で、ビジネスコンテキストはですね、もう少しクリアになるまで待とうみたいなのが、マクワケの考えているようなことです。はい、あとですね、ハクシャさん、もしあればでいいんですけれども、最近まあ、どの言語でも、そうなんですけれども、マイクロサービスというような話っていうのがちらほら出たりしますが、まあ、その間に、その我々まあ MVC という形で、一つのその、モノリスだからこそ良さがあるみたいなところから、まあ、システムをどう分離、進化させていこうかと。いうような過程の中でよく用いられるこのモジュラーモノリスだとかですね、そういったような考え方っていうのはあるかなと思っていますし、我々もフィールの上でですね、モジュラーモノリスをどうにか表現できないかなみたいなことを研究しているようなメンバーがいたりします。各社さん、そのまあちょっと限定的な文脈になってしまうかもしれませんが、そういった文脈で何か工夫されていることとかってありますか？ああ、うちだと、はい、まあ、ここ2年前ぐらいからですけど、モジュラモノリス的な開発を進めていて、はい、まあ、そもそもケーク PHP の2の EOL とかがあったので、何かしらにアップデートしていく、まあ、変わり立つしていくみたいな、フレームワークから離脱していくっていうのは、当面の技術課題として認識していて、で、ちょっとまあビジネス的な要求とかもあって、まあ、ベースのショッピングカートの部分、購入トランザクションとかさばいてみたいなところの部分をリプレースしてこうみたいな話があったときに、はい、まあ、そのままケーク PHP の資産を使うのも、まあ、手ではあったが、まあ、コスパは悪いし、まあ、中長期的には意味がないことだとは思っていたので、はい、全面的なリプレースをして、じゃあなんかララベルにするのかとか、まあ、ケーク PHP4 に全部するのかみたいな話をしてて、まあ、結局そういうケーク2から、離脱していくみたいなことは、まあ、技術的に必要なことだと思ってたので、モデラモノリス的に、コアな部分とかは、まあ、シンプルな PHP で書いて、まあ、例えば既存のネットショップ作成サービス側にそういうモジュールが使えるような状態を、うん、意識して、カート画面のリプレイス、もちろんそのリクエストを受けるとか、はい、まあ、オールマッパーをどうするみたいな部分はそのカート側のリポジトリに、フレームワーク、何かしらのフレームワークに依存した形でもいいと思ったんですけど、はい、そのビジネスロジックの部分とかは、まあ、もちろんモノリスで書いてもらって、まあ、1年半ぐらいかなかけてリリースしました。でそのなんだろう知見とかを、別のリポジトリとか別のモジュールとかにも今適用させて、リアーキテクチャみたいな感じでやってますね。そのマイクロサービスにしていくかみたいな検討はまあ一応はしていて、とはいえなんかもちろん切り出しやすいところとかはいいんですけど、はい、例えば決済領域とかって、はい、その、はい、まあ、分かると思うんですけど、整合性とか、はい、ありがとう RDBMS のトランザクションみたいな気持ちでしかない、はい、みんなそんなに保証トランザクションとか頑張って考えるの辛くないですかみたいな間違いない間違いない、そうあるんで、なんかそこら辺は割と、まあ、必要であればマイクロサービスに切り出すってもう選択肢は全然あるとは思ってるんですけど、はい、まあ、安易になんかそこを決断できるほどなんか差し迫ってもないところではあるので、まあ、開発のしやすさ、運用のしやすさってことを考えて、モジュラモノリスはまあベターな選択肢かなとは思ってますね。はい、
うん、いやめちゃくちゃ分かるなと思いますね。だって思想がちょっと多分似てると思うので、プロダクトのですね、だからすごく悩みはよく分かるなと思いました。ピクシブさんはいかがでしょうか。はい、そうですね、ピクシブの場合は、2014年ぐらいの時点でもう1個のモノレポ構成になっていて、リポジトリの中に複数のアプリケーションが混在しているという形になっていて、はい、まあ、これもまあ功罪あるという形にはなってくるんですけれど、まあ、あんまりそのなんか、見つけ都合とか作り都合とか意識しなくても、まあ、壊したら全部ぶっ壊れるみたいな感じで、先ほどコアアップデートしたらこう他のところが徐々に死んでいくみたいな話だったんですけど、まあ、はい、モノレポだと、まあ、全サービス心中できるのでみたいな話があって、まあ、それはいいところ悪いところはあるんですけれども、はい、まあ、それはそれでとして、最近のウェブアプリケーションだと、まあ、バックエンドよりもフロントエンドの方が、まあ、かなり開発としてはかなり比重がだいぶ大きくなってきているというのがあって、はい、まあ、そういうモノレポ構成ではかなり身動きが取りにくいということで、まあ、フロントエンドのアプリケーションは今はその、徐々に、モノレポから独立させた別のリポジトリで開発をしていって、まあ、今 Next.js を使って新しいものを切り出していって、はい、高速に回イテレーションを回せるような体制を作って回していってるっていうのを徐々に反映させている状態になっていますね。なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。そっか、ピクシブさんがついに PHP 以外のものを持ち出すというまあ、データベースとかは全部 PHP の、 API とかになっているので、はい、はい、なるほどなるほどっていうことですね。実はうちもですね、ナクストベースで、なんだろう、フロントエンドと、バックエンドを書き直そうかみたいな動きがちょっと出てまして、ちょっと情報交換ぜひさせてください。まあ、フロントエンドの分離みたいのは多分で、うん、どこもやってそうなだとは思ってて、そうですね、まあ、普通に今のフロントエンドビルド長いんで、デプロイそこだけすごいしんどくなって、そのバックエンド PHP の文言に2、3行直したんですけど、でやっぱリリースまでに1時間みたいな僕らの問題を代弁してくれてるみたいな気持ちです。あるんで、普通になんかお互い分けたいよねみたいになってるのもあるし、はい、まあ、それこそなんか PHP のがテンプレートエンジンとして使われていたのが、まあ、主流だったと思うんですけど、はい、まあ、そもそも SPA とか、まあ、MPA とかでもそうですけど、まあ、分離しやすくなったのはあるので、はい、まあ、それになんかこう紐づきすぎてる、まあ、フォームとか、はい、後でしんどいんで確かに謎のフォームしんどいんで、フレームワークの一番それ捨てたいみたいなのはありますね、うちも。はい、いや、まさにまさにですよね。そうなんです。このフェーズの悩みって、僕幕開けだけじゃなくていろんな会社さんでですね、CTO をやらせていただいたり、まあ、リードエンジニアをやらせていただいたりみたいなケースがあるんですが、このフェーズの会社さんのやっぱり悩みとちょっと似てるところがやっぱりあって、この組織拡大に対してどうこう、なんだろう、システムを整理してで開発しやすくしていくかっていう、こう DX をどう担保していくかみたいなところはですね、各社さん本当に工夫をされているところなので、この後の話もですね、どんどん出てくるので聞いてみていただければと思います。じゃあちょっとコンテキストの話に、まあ、足をかけましたので、まさにこれをちょっと深掘っていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、メインサービス単一言語で構成されているかというところで、まあ、ピクシブさんはですね、独自フレームワークで、維持をされている中で、まあ、先ほどNEXT の話とかもありましたが、基本的にはメインを、まあ、PHP で揃えていらっしゃるということですよね。はい、そうです。はい。で、対してっていうわけではないんですけども、我々はですね、バックワーケットベースに関しましては、まあ、Go を、活用させていただいて、コンテキスト分割を進めさせていただいていると。いうところです。で、Go を選んだ理由とかって何かございますか？なんか Go を選んでて、 Go を活用してコンテキスト分割っていうほどなんかすごいこうめちゃめちゃ利用してますっていうのでもないんですけど、はい、何年前だ、 3,4 年前に、はい、まあ、資金調達的なサービスを、まあ、ローンチするみたいな、運びになって、その時にベースバンクっていう会社を子会社として設立して、でその時に
そこのリードエンジニアをしてもらっていた、PCP カンファレンスとかでもよく出ている東口くんっていうのがいるんですけど、はい、今オーティファイさんに当たってるんですけど、その子に技術選定任せたんですよね、はい、で僕が決めてもよかったんですけど、せっかく会社として分けてるし、なんかやりたいことあったんだったら、やっていいよって言ったら、ちょっと GO やりたいですって言ったで、なんか必ずしも GO でが最適なあの技術選択だったらそのタイミングでっていうのは、あの多分なんかこういろいろ諸説あったりするで、僕は全然いいと思ってるんですけど、はい、あるんですけど、そういう事例も作りたかったし、はい、こう自分たちでこそ物事を考えてコード書いてもらいたかったなっていうのもあったんで、01で作ってもらって、はい、で今だとその、ベースバンクっていう子会社は、もう一回ベース側に統合して組織としては残ってるんですけど、そこのチームは積極的に GO を利用して、最近だとベースカードっていうはい、プリペイドクレジットカードみたいなサービスとかを、ローンチもしてるんですけど、そことかも普通に GO を結構利用していたりとかしてるの で、GO のカンファレンスとかにもなんかスポンサーさせていただいたりとか、なんかそういう面で、はい、パフォーマンスとかもいいし、はい、ビルドのやりやすさ、運用のしやすさとかもあるので、適材適所分けれるんであるところはいいのかなとは思ってます。ただもちろんその学習コスト、それこそ今そのベースで働いてる PCP のエンジニアがいきなりじゃあ全員号を書いてっていうのはやっぱ学習コストだったりとかスピードどうやって出していくかとかはあるんですけど、はい、今のところその組織で結構きれいに使う側使わない側みたいな感じで分けてるので、そこはまだうまくいってるかなという感じがします。ただそこのスイッチコンテキストが多くなってくるとまた別なんだろうなとは思ってます。なるほどなるほど、ということですね。そうなんですよね。僕らも GO を採用させていただいたんですけれども、大枠の背景非常に似てますし、そうですね、僕らで多分同じことを考えてらっしゃると思いますが、追加するとすればわりかしそのサービスの単位をそんなに大きくするつもりがなかったんですね。なのでマイクロサービスとしてわりかしそのコンテキストの大きめなサービスを作ろうみたいな発想ではなくて、ちっちゃめなやつをですね、しっかりディバイドして作っていこうというような発想がありましたので、そういう意味でもこうは僕らとしてはですね、非常にこう取り扱いやすかったんですね。もうちょっとそのコンテキスト大きめなものを作ろうっていう話になると、それこそ JVM 系の言語とかも候補に上がってくるかなとは思ってたんですけども、我々はそういう作戦は取らなかったので、我々も Go を採用しているというような状況でございます。で、我々の場合は先ほどもちょっと申し上げましたけど、何でしょうかね、こうハイパフォーマンスな性能が求める、よく引きの要件とかって言われますけれども、セキュリティだとか、あとは我々ちょっとですね、メディアに出ることが結構多いので、その時にすごい流量来るんですよね。これ結構その瞬間的な流量だけだと国内有数レベルのやつとちょっと戦わないといけないような感じになっちゃうので、そういうようなところの担保ですとか、あとは、そうですね、決済のあたりのですね、ハイトランザクショナルな、わりかしそこだけにしかいらないんだけどな、その性能みたいな感じのものをですね、取り扱うところを、うまいことパッケージングしたくて使っているというところは大きいなというところです。はい、では、そこをあえて PHP 一本でいってるという Pixiv さんのお話を聞いてみたいと思うんですが、先生、厳密に1本ということではなくて、例えば決済系のサービスとかは2016年ぐらいかなにスカラに置き換えたりみたいなことはしていってるんですけど、全てのものを小さく切り出してマイクロサービスにしていくみたいな方向性ではないかなという感じで、もうとして2007年からあってある程度コード量の多いようなアプリケーションやってるので、それ全部置き換えていくのは現実的じゃないというのもありますし、言ってしまえば2007年にできた通り、あんまり明文化されていない仕様というものがなくて、コードにあるものが、全て正しいという感じになっているので、サービスとして提供しているものでもそういうものがあったりするので、なんか他の言語に置き換えていくという意味があんまり現実的じゃないと、個人的には思っていて、PHP カンファレンスとかの話させてもらっている静的解析みたいなのを2016年ぐらいからやってるんですけど、それでも、既存の仕様とか合わせていって、仕様明文化されていないものを型として表現することで、ある程度例えば静的片付きの言語とかに、移植していくみたいなのを将来的な選択肢と取れるかなと思って、まずその
なんか性的にきちんと明文化していこうというのをやっていこうとして、まあそれからもまた新しくサービス開発していったりとか、メンテナンスしていったりみたいなところで、他の言語に置き換える大きなモチベーションというのは、局所的にはあるんですけれども、全体的に全部置き換えるというのはあんまりない状態なので、データベース、先ほど言ったように同じ Pixiv のデータベースを共有するものは全部 PHP のコードベースでという形で今までやらせていただいています。なるほど、なるほど、はい。これまあその代表的にそのやり方で悩みとして出そうなのは、並列処理とか、そういったものっていうのはどうされてる感じなんですか？並列処理とかは、PHP 自体が結構鬼門といいますか、それ自体でやるのはだいぶ難しいので、普通にジョブ機械部のジョブ級ですね、GCP のクラウドタスクとかそういうものに投げて、非同期に実行したりしています。なるほど、なるほど。これ皆さん勇気出ますよね。このアーキテクチャでもいけるんですよ。実際この規模のサービス、本当にプログラミングって自由だなと感じるし、感じるし感じますみたいなところですね。ありがとうございます。はい、そうしましたら、独自フレームワークを継続するメリットデメリットというところなんですけれども、これデメリットとして挙げているのがですね、新規参加メンバーの学習コストが高いですとか、フレームワークのように画一的ではないため、箇所によってコードの統一感がないだとか、パッケージの依存性はすべてチーム内で解決しなければならないだとかですね、いわゆるそのセキュリティを含めた全処理に責任を負うというようなところで、メリットとしては、ウェブアプリケーションとしてのすべての処理をチームで制御できるというところで、コンポーザーの好きなライブラリを、必要に応じて利用できる、で高度な抽象化をしていないので、最初からコードをたどれば全ての処理を終える、だとか、このフレームワークの制約に縛られず局所的な最適な、局所的に最適なコードですね、こういったものを自由に書けるというようなところ、これがいわゆるそのピクシブさんの中で、そうですね、今メリットとデメリットとして感じられる、点ということですね、なるほど、なるほど。そう、自由に書けるっていう分、その特定の場所だけで動いてるマイクロフレームワーク的なものすらあったりするぐらいの感じであって、それはいいところ悪いところあって、決して行きたくはあるんですけれども、本当自由に書けてしまうっていうのはありますね。なるほど、なるほど。これフレームワークのように画一的ないためみたいな、統一感がないみたいな、これフレームワーク使ってても、もうみんななんかすごい5、6年経つとすごいことになるじゃないですか。あるある、なります、なります。このデメリットフレームワークって知ってるみたいなコード来るじゃないですか俺たちもなみたいな、そうそう、ね、オールマッパーじゃなくてクエリーメソッド使ってて、はい、それじゃなきゃない理由ってどこにもないけど、他はいいことみたいな気持ちになるじゃないですか。いや、そうですよ。フェールなんてもう更新がちょっとあれなので、魔改造しないとですね、ダメなケースとかもやっぱりあったし、そうですね、うちとかも結局その2とかって、もうサンプルがブログを書こうみたいなフレームワークなんで、もうブログ以上のことしようと思うとなんかすごいことしなきゃいけないんで、結局そこら辺なんかフレームワークのコード読めるかどうかみたいなのは一定技術力みたいな話では全然必要なので、処理を終えるかどうかみたいなのは、自力が必要になってくるだろうなこの時代みたいなところはあります。そうですね、いや僕はでも本当に僕らがフレームワークのバージョンでヒーヒー言ってるのって PHP のバージョンをこう追随してくれないからなんですよ。わかります。そう、正しいと思いますエコシステム的にそうですよね。いや、この点がね、非常にこうクリアなだけでも独自フレームワーク本当はいいのかもしれないなってちょっと思っちゃいますけどね。はい、ということでこの流れでですね、今バージョンの話が出ますけども、最新バージョンに上げる際に苦労する点というところなんですけど、我々は今言った通りですね、フェール PHP がとにかく追随してくれないんでどうしようっていう話なんです。で、これは最近やってるのはそのデベロッパープレビュー版を引っ張り出してきてですね、そこに足りないコミットを積み上げて、もうコンテビューターみたいなことをこうチーム会社の中でやってるような、そんな状況になってるわけなんです。なので、フィールにコントリビューションしたいという方はですね、ぜひ幕開けにいらっしゃっていただければって思うくらいなんですけれども、皆さんどうですか？
そうですね、バージョンアップとかライブラリが制約になるってことは結構あって、今も PHP8 対応の 8.1 とかアップデートのため の, あの対応が私がしてるんですけれども、まあ、あのリターンタイプ、あのモデルとかの型が変わっちゃうみたいなのがあって、まあ、そういうのがあの長い間あまりメンテナンスされてないやつだと、あの、はい、なんか、PHP のバージョンがあって型がついてるけれ、つけなければいけないけど型定義がされてないみたいなのがあったりするので、そういうのはあの、アトリビュートでリターンタイプウィルチェンジっていうのをつけなきゃいけないんですけど、そういうのは、プルリクエストを送りつつ、あのメンテナンスの反応がなかったりするので、あのコンポーザーパッチっていうコンポーザープラグインを使って、はい、あのそういうパッチを当てて無理やり PHP8 対応していくみたいなことをやったりします。はい、ということですね。でもそのくらいで済む感じだとすごくいいなと思いますね。これ結構むずくて、そのなんか、まあ、最悪自分たちは7系とかで頑張るぞって思っても、はい、なんか外部 API とかのライブラリとかが、まあ、PHP8 系を要求してきてみたいになってくると、はい、なかなか大変で、じゃあそこだけ本当にマイクロサービス的に切り分けるかとか、はいはい、出てきちゃいますよね。なってくるんで、すまんなと思いながらでもちろんなんか契約とかも、契約の日系はもうあのアップデートもないんで、はい、ただなんか謎の外国人がホークスで PHP 初対応したみたいなのありますよね。あって、はい、ランサーズさんとかがそれをちょっとなんか試してこうなんか同居して初系のアップデートとかを頑張ってるって見て、はい、でやってみるかと思って、なんかこれを開発メンバーにちょっとやってみてよっていうのもなんか申し訳ないから自分が盆栽的に今やってるんですけど、はい、いやー地獄でしたねPHP ユニットのバージョンをさらに上げて、はい、PHP ユニットのバージョンが今度、8K に対応してるやつを上げると他のやつたちが死んでいってみたいな、はい、でなんかランキットとかなんかリフレクション系をガリガリ使ったやつがバタバタと死んでいき、はい、もうあるあるですね。山さんが使ってるなんかタイムコップとかも8K対応してないから別な、はい、やつにこう塗り替えていきみたいな、はい、そうすると綺麗にテストが落ちていきみたいな最終的にテストをなんか300件ぐらい直していくみたいな、こうなるほどみたいな感じがあって、はい、なんか PHP ユニットのなんかセットアップとかティアダウンとかがなんか戻り値をちゃんとカットつけないとダメみたいな、ボイドつけなきゃいけなくてそうです、ね、お手手でボイドをつけていくのがいいだみたいな不毛なことをしてたりとかで、結局なんかそこを変えてみたら、あのこの前さっき言ってたコアみたいなやつが対応してなくて、もうだから本当に共通のコアみたいなの本当にやめた方がいいってそれいやもう本当にまさにこれは真ん中の問題になるわけでしょう、ね、影響範囲みたいな感じで言うと本当にそうで、コアって、はい、コアなんだから心臓みたいなもんなんだから他人と共有するわけねえだろみたいなのを普通に気づいてほしいんですけど、みんな気づかずに便利そうだからコアって言っちゃうんだよなみたいなちなみにコアのメンテナンスチームっていうのはいるんですか？コア専属の。いないです。ああなるほど、誰もそこを見たくないんでそうですよね、はい、コアという概念の怖さについて今語っておりますという難しい感じになってきましたけど、いや本当ですよね、はい、というのはございます。まあ僕対応リソースの問題っていう話があるんですけども、僕らもちょっと変な例なんですけど、ちょっと前向きな話もしようかと思いますが、あのフィールで書いてた、まあ、プロダクトをですね、ララベルに置き換えようかみたいな話があったんですよ。で、その時に、やっぱり僕らぐらいの規模になってくると、やっぱり数千まで効かないんですね、予算規模として。だから、まあ、億単位っていう話にどうしてもなってくるっていう話があるんですが、まあ、例えば、その、フィールを、その、なんだろう、コントリビューションする、今、フィールってほとんど1人か2人ぐらいでコントリビューションしてるような状況なんで、まあ、そういうところに、こう、助け舟を当てるためにですね、組める予算って実際まあそういうリプレースの予算に比べたら、なんだろう、例えば2人3人ぐらいのコントリビューターをですね、なんだろう、お雇いさせていただいて、で一緒にこうフィールをまああわよくばもう少しモダンな形にしていこうよみたいな取り組みっていうのもですね、全然経済規模的にはですね、僕らの会社の規模だと、選択肢に入ってくるような話なのかなと思ってますから、僕らもですね一回それ検討したんですけれども、まだ今のタイミングじゃないねっていうようなところでですね、引き続き、検討中というところなので、熱いフィエル、魂を持っている方いたらぜひ教えてほしいなと思っております。
はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、技術のお話はこのぐらいにいたしまして、組織戦略の方に行きたいなと思っておりますが、めちゃくちゃ時間使っちゃったんで、これピンポイントで行きたいなというふうに思っていますが、まあ、50人近いエンジニアを有する、各社に共通する3つの要素ということで、事業サービスを切り口にチーム組成で、チーム横断型の技術チームを有する。で、フリーランスにも、社員同様の権限を付与すると。いうような形で3つ書かせていただいているんですけれども、こちらの方も、各社さん聞いていきたいと思いますが、まず僕のところからですね、この真ん中のやつはですね、幕開けの方からお題としては出させていただいたんですけれども、まあ、僕らその、開発チームがですね、基本的にビジネスコンテキストで、分かれている。まあもちろん技術のコンテキストで分かれているチームもあるんですけれども、まあ、どっちかなんですね。技術そのもので分けているところと、まあビジネスコンテキストで分けているところ。で、このビジネスコンテキストで分けているところがどうしてもですね、その技術的な横のつながりというものが作りにくいっていう形になるので、僕らの場合は 20% ルールで、20% をですね、ワーキンググループと言って、まあいわゆるその、なんでしょうかね。技術の、つながり、横のつながり、縦が、まあ、ビジネスコンテキストだとすると、技術のつながり、まあ、例えばフロントエンドですとか、例えばそのコンテナ DX を研究しようみたいな話ですとか、まあ、そういったような取り組みっていうのを 20% ルールをという形を敷かせていただいて、20% そういう、取り組みに使うワーキンググループを作って活動していいよっていうような、取り組みをやらせていただいてまして、これがまあ結構ワークしております。各社さん、なんかそういった工夫、取り組みございますでしょうか。逆にその、横のつながりと多分コンテナ DX を研究するとかがワークしてるってのはすげえなと思っていて、うん、はい、ここの場にいる人たち、方たちって、ものすごく、まあ、稀な人たちだと思っていて、その、休日に、技術のために時間を使って来ている。人たちをこう日常的に見てると、あ、こういう人たちが普通なんだと思うんですけど、割と多くの技術、まあ、エンジニア、職業エンジニアをされている方って、はい、なんか自分の与えられたタスク以上のこと、はい、超えることをあんまり興味がない人も言っていて、別にそれは、あ、そんなに問題僕はないとは感じています、うん、なぜなら、タス与えられたタスクをきちんとこなして、もちろんこちらお知らせしてるので、はい、これ自体は問題ないんですけど、なんか逆に言うとそれ以上をこちらが要求するなんかこともできないなとは思ってはいるので、はい、逆にその 20% 自由にって言って、その 20% 自由に使われなさそうだなみたいな、みんなもったいなしちゃいそうだなみたいなのは言って、はい、まあ、今日うちのスタッフとかがなんか登壇とかそういうのしてるんで、ああいうのはいいんですよ。ああいうやつはちゃんとやってくれるんで、はい、吉野に時間与えておくと。ただなんかそうでない人たちが逆に困っちゃうというか、はいはい、あるんで、なんかそこら辺よくできてるなって思っちゃった。いやこれは確かにうちのあの EM のですね、秋山って、秋山見てる？すごい頑張ってるんです。まあそういう中心になって頑張ってるやつっていうのはもちろん必要ですし、あとはイベント化してるっていうのもあって、半年に1回、2週間、もうそのことしかやっちゃダメっていう、まあ、いわゆる合宿って僕は呼んでるんだけど、そういうものをワーキンググループ合宿みたいなのをやってですね、そこに向けて、各週1日ずつ準備するみたいな感じのサイクルを作ってるんですよね。それがわりかしワークしてるっていうのが僕らかなと思いましたね。はい、そのぐらいです。秘密があるとすれば。宇佐美さんとかいかがですか。そうですね、今みたいなその明示的に何十パーセントみたいなのないんですが、結構、まあ、結構自律的になんかやるべきことは自分たちでやっていくみたいな文化はあるかなと思っていて、まあ、例えば自動化されてないものがあったら自分たちで自動化していったりとかだったりですとか、はい、あとは、まあ、社内で取り組んでるものとしては割れ窓とか草むしりみたいな言い方をしてるんですけど、こうメインのミッションとは別になんかこうなんかチロチロ出てるようなエラーだとか、なんかちょっとコードで気になってるところがあるけど直す時間が取れないみたいなところはそういうのをタスクに積んでいって、まあ週1回その、その我窓戦略会議みたいな言い方をしているんですけれども、その中からこうランダムにその
人ペアに割り振っていって、このペアは今日はこのタスクをなんか解決してくれみたいな感じで、はい、あのやることで、まあ、あの今まで自分たちがやったことないなかったのとかの問題解決をしていったりとか、はいはい、あのちょっとした、直すべきだけどあの手がつけられてなかったみたいなところをあの崩そうとしていますね。なるほどなるほど、はい、これも実際にワークしてるかなと思います。なるほどなるほど、こう割と自主性に任せてらっしゃいますか、はい、であれば。そうですね、はい、なるほどなるほど、ここ悩みですよね、自主性でなかなか。自主性はすごく難しくて、なんか、まあ、僕らは多分自主性で生き残ってきた側じゃないですか。はいはい、確かに。いや、おっしゃる通りです。大体ここにいる人ではそうだと思うんですけど、はい、なんか例えばその PHP のアップデート一つ取っても、はい、なんか、まあ、時間あるんだったら自分たちやりたいじゃないですか。はい、でもなんかそもそもアップデートすると何が嬉しいんですかみたいな人たちも今のなんか組織レーズになってくるとだいぶ結構意識変わってきて、はい、くなって、僕が入った当時とかはまあ5系から7系に上げるみたいなタイミングでなんかその技術基盤みたいなチームにいたんですけど、またなんかその基盤系のチームはなんかよく分からんことをやってるみたいな言われちゃう言われちゃうみたいな感じはあったんで、はい、別に7系に変わろうが何だろうが、まあ、いや、まあ、ビジネスは変わらないわけなので、はい、まあ、その気持ちはまあ分からんでもないがみたいなのがあったんで、まあ、はい、空気感の情勢とかなんだろうなとは思いますね。まあ、今はそう登壇するメンバーとかも増えてきて、うんうん、それが良しとする文化にはなってきたので、はい、全然ポジティブですけど、そこを超えれるかっていうのは結構重要だろうなとは思ってますね。はい、でもそういうマインドを知ってらっしゃる、方が CTO をやってるっていうことがですね、そういう文化を作ってるんですよ。これあのこの中で CTO をもしとか EM とかやってらっしゃる方いたら、ぜひそういう文化作りを皆さんにしてあげてください思います。ありがとうございます。はい、まあこれ各社の工夫例ということでですね、挙げさせていただいたこのスライド、これ多分スライドですね、後で共有されると思いますので、今日は話しきれなかった部分もですね、こちらに書かせていただいております。例えば、まあ、うちですと、OKR をですね、使っているんですけれども、まあ、チームごとに OKR を置くですね。で、チームごとのその OKR を敷いたものをどのぐらいこう、なんだろう、達成できたか、みたいな話だとかっていうのは、まあ、チーム間の競争をですね、文化を超えて結構やれるんですね。いろんな考え方を持っているチーム、うちにもあるんですけれども、OKR をどう達成していくかっていう、これはまあ、共通の目的意識なわけです。これに対して、まあ、うまいことアプローチできてるのかできてないのか、みたいなところはですね、あの、チーム間でも、なんだろう、気持ちの良い競争みたいなのが起きているところあるのかなと。思いますし、どうでしょうか、この中で一つうちの会社の方からこう言っておきたいなみたいなこととかもしあれば。これなんかギャザーとか最近その、まあ、リモートになって徐々に使われ、まあ、リモートまでそういうのなかったんですけど、そのモブプロみたいのが割といろんなチームで行われていて、はい、僕そのペアプロモブプロ全然やらなかった人間だったんで、すごいみんな良さげにやってるんで、はい、うん、あ、みんなすごいなって思う。人と喋りながらコードかけてマジですごいなと思うし、まあ、特にそのコロナ禍から入ったメンバーの方がもううち多くなってきてるんですよ、はい、あの採用人数でいうと、はい、そうなってくるとみんな信頼関係とか信頼貯金みたいなのが存在しないゼロベースでやっている人たちがどうこうチーム会社に慣れていくかっていうのは普通に全体課題であったんですけど、割とそのそういうチームに配属されたエンジニアとかは楽しく働けていて実際成長とかもしてるので、うん、このコミュニケーションの活性化みたいのは何だろう、コロナになってから、まあ、リモートの前提になってからは、はい、こう意識的にやらないとできないんで、はい、まあ、これは割とうまくいってそうだなと。別に僕が指示したとかじゃなくて EM とかメンバー間で始めたことなんで、はい、なんかこれちょうどいい戦術戦略だったのかなとは思いますね。うん、なるほどですよね。いや、コミュニケーションを良くしようって努力してるチームはやっぱりあれですよね、こう生産性も全然変わってくるし、すごくなんかクリエイティブにやっぱりチーム自体がなっていくんですね。これなんだろう、リアルメインの時は分からなかった、リモートがやっぱりコロナ禍で入ってきて分かったことの一つで、やっぱりコミュニケーションが活発なチームは非常にクリエイティブだというふうに思っています。いかがでしょうか。そうですね、結構ピクシブもコロナ禍前一応リモートワークできたんですけれども、まあ、みんなオフィスに集まって近くの席でやるみたいな文化だったんですけども、今ディスコード使っていて、まあ、結構常時みんなつながっているような感じになっていて、結構
チームごとのなんか、ボイスチャットみたいなのを作っておいて、で普段はみんなあのミュートとかにしてるんですけど、なんか話しかけたい人がいるときはそのミュートオフにして話しかけたり、あとなんか、他集中してる人はそのディスコードの、その、イヤホンのミュートの方にしていて、まあ、それも受け付けないようにしていったりみたいな、各自でなんか制御するような形になっていて、はい、でまあ、あの能動的にすぐコミュニケーションを取ったりとか、なんかちょっとミーティングしましょうって言ったらそのミーティングのスペースが用意しちゃって、それにパッと移動して、はい、すぐに話したり画面共有とかして、はい、ペアプロとかもできるような体制とかになっています。なるほどなるほど、いやいやまさにですよね、はい、そういったきっかけをね、僕らどうやって用意できるかっていう、コミュニケーションってやっぱり誰かが頑張らないと活性化しないんで、頑張ろうっていう気になるような仕掛け、これまあ各社さん本当に頭ひねってると思うんですけれども、まあ、をですね、用意して。で、それに乗っかっていただいて。で、ダメなものはダメって言っていただいて。で、じゃあ、もっとブラッシュアップして、その仕組み自体をですね、そんなことをまあ繰り返していくっていうのは結構タフな組織の作り方の一つなのかなっていう。まあ、そうですよね。まあ、オフラインの時でも、まあ、それこそ、PHP カンファレンス終わった後、絶対飲み会の幹事の人っていたじゃないですか。絶対どっか行くぞって言ってた人が、まあ、あの人とこの人がいたと思うんですけど、はい、そういう人が、まあ、当然必要なわけで、はい、でなんかコミュニケーションって勝手に生まれないし、はい、特に技術者やってると別に仕事の最低ラインを多分クリアできちゃうんですよね。コード、はい、コード書いて、まあ、使用決めとかやるにしてもそれ以上の、はい、じゃあアウトプットパフォーマンスを出すためには、まあ、なんだろう、コミュニケーションするしないは選択だと思うんですけど、はい、まあ、意識的にしない、うんうん、意識的にするっていうことがめちゃくちゃ重要だなとは思ってますね。うちだとか最初ディスコード入れたいみたいな、はい、人がいて、はいはい、でまあ、一応セキュリティの面とかもあったんで、はい、クリアしてから入れたんですけど、やっぱそこを能動的に使う人がいなくて廃れたんですよ。はい、でもうほぼ形骸化されてて、まあ、ゲームやってるなんかメンバーとかは使ってたりするっぽいんですけど、はい、それぐらいで、じゃあ今ギャザーとかは割とこう全社的にちらほら使うようになったりとかしてるのは、やっぱその能動的にコミュニケーションのツールとして使っている人がいるかどうかでしかないなとは思いました。だからツールの良し悪しはあんまりそこまでこの現代と関係なくて、まあ、みんなクオリティ高いので、はい、かなと思いましたね。そういうことですよね、まあ、使い方ですよね、何にせ。はい、ありがとうございます。ちなみにディスコードはですね、この前ディスコードの中の、人と話する機会があったんですけれども、 NFT コミュニティの話にまあ、いわゆるそこのコミュニティの場として使われることが多いんですって。だからコミュニティ作りに対してもっと機能を提供するんだみたいな圧をかけられてるらしいですよ。だからディスコードもしかしたら、そういう意味での進化が早いっていうかされるのかもしれません。はい、ということで、組織のところはですね、ちょっと技術のところ楽しすぎて時間使いすぎちゃいましたんで少し圧縮めでさせていただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。時間まだ大丈夫、喋っちゃっていいですか。すいません、ありがとうございます。最後ですね、僕喋んなきゃいけないことがあるんでちょっと失礼します。このためにちょっと、はい、今回、フレクシーの CTO ミートアップ、特別、出張特別編として3社サービスの開発ストーリーをお話しいたしました。ここからは、フレクシーのですね、CTO ミートアップの、紹介を簡単にさせていただきたいと思います。はい、フレキシーでは、CTO、エンジニア、デザイナーなどの、IT 領域のですね、フリーランスの方、副業希望の方を、対象にハイエンドな、案件紹介サービスを提供しています。で、案件紹介にとどまらず、エンジニアの皆さんのスキルアップの場として、CTO をはじめ、各分野の有識者による、技術の知識共有や、新しい働き方についてなど、様々なテーマでディスカッションする CTO ミートアップを定期的に開催しております。過去には、組織戦略や、技術トレンドをテーマに開催をいたしました。あさって9月27日には、ソフトウェア品質向上のための設計力をテーマに、10月24日には、リアアーキテクチャことはじめということで、イベント開催が予定されているので、興味のある方はフレキシーイベントで検索してチェックをお願いいたします。ということで、ちゃんと喋れました。はい、というわけでですね、まあ、濃淡ありましたが、いろいろなお話を、
させていただきました。この数十人規模というのが、から100人になってくるっていうところで、もう本当に各社さんいろんな共通のテーマはもちろんあれど、いろんなこうなんだろう開発組織をどうこうスケールさせていくのかっていう意味で、まあ困りごとがあるというところをお聞きできたかなと思っております。はい、では今日のですね、全然時間が足りなくてこんなこと聞きたかったんだけどなみたいなことをですね、質問を受ける時間すらありませんでした、すいませんでしたので、今日のですね、登壇していただいた、宇佐美さんと川口さんと、僕になりますけれどもにですね、もし質問がある場合はこれツイッターとか送っていいですか。はい、そういった形で聞いていただければと思います。では本日は皆様ありがとうございました。